日村謙信。日村謙信は、我が信弘の漫画、ドローニ謙信明治剣客ロマンタンに登場する、架空の剣客であり、本作の主人公である。作中では日村抜刀祭の名でも呼ばれている。短味創句で赤髪の優男。左方にある大きな十字章が特徴である。 一見ほがらかで間の抜けた人物だが、かつては長州派維新史で、幕末最強とまで歌われた伝説の人切り、日村抜刀祭その人である。主らさながらに、殺人剣を振るい数多くの砂漠派の要人を、殺害してきたが、ある不幸な事件から人を殺すことを次第に、ためらうようになり、明治維新後は、完全に不殺、殺さずを誓い、流浪人、流浪人として、全国を旅し、 弱き人たちのために剣を振るっていた。神や薫との出会いや、同じ激動の時代を生き抜いた宿敵たちとの戦いを、通じて、食材の答えと、新たな時代での生き方を模索していく。生来争いごとを好まない性格だが、戦国時代に橋を発する古流剣術、秘天蜜力流の使い手で、ひとたび、戦いとなれば逆人刀という、 峰と葉が逆転した刀で陣地を超えた剣技を繰り出し、軍の一個大隊をも、はるかに超える一気当選の戦力を発揮する。剣閣とはいえ、明治九年に配当令が発布されて、以降も台頭しているため、都市部などでは、法令違反者として警官に質問されることが多く、神や道場のある町でも、顔と名が知られるまでは警官によく追いかけられている。 謙信の人格は温厚で物腰柔らかい性格であるが作品序盤では感情が高ぶったりした時に一切り抜刀祭としての人格が蘇り人が変わったように好戦的で冷酷になることもあった謙信の時の人格の頃の一人称は拙者語尾はござる口調をしているが抜刀祭の頃の人格の一人称は俺に戻る二人称はお主で アニメでは、お前も使用していた。口癖は、おろ。女性には、殿と,と、損傷で呼んでいる。作者同様に字が下手。謙信の人格は、不殺の誓いから自分が相手を惨殺することはもちろん、敵味方関係なしに相手を殺すことを良しとしない、考えを持っており、不殺の誓いを胸に秘めた以降は、どのような残虐非な悪人に対峙しても、どのような、 困難な状況に陥ろうとも、不殺の信念を決して曲げることはなかった。なお、一切抜刀斎としての人格が蘇った。際には、不殺の誓いの玉が外れ、普段とは、桁違いの戦闘能力と攻撃性を発揮する。年齢は、万年齢で28歳29歳だがそうは、見えないほど若々しい容姿をしており、女性に間違えられることもしばしばある。なお、 今作では、基本的に登場人物の年齢は数え年で表記されているが、謙信だけは万年齢で年を数えている。暗殺家業という明治維新の暗部をよく知る人間でありながら、山形有友羅長州派維新志士の多くから、大久保利道のような薩摩派の維新志士からも陰で活躍した功労者として、未だに強い信頼を寄られており、謙信がその気になれば、 陸軍の将軍になることや、財政界の徴収派権力を動かすことすらできることが、青い紫や谷十三郎の口から語られている。また、山形有友から実際に、帝国陸軍の大幹部に誘われたこともあるが、丁重に断っている。もっとも、彼を、人切りと下げすむ、維新志士も多く、また彼の口から、維新の暗部が漏れることを恐れた一部維新志士により、 暗殺組織に命を狙われたことがある。前述の通り華奢な体格であり、原作終盤における雪白縁との最終決戦後、高に恵みによって、どれだけ才能があろうと謙信の小柄な体格では、非天後剣流を操るには、不適格であったことが告げられる。恵みによると、非天後剣流は、非日へのような頑丈な体育と、筋肉量をもってして、初めて使える流派であり、 小柄な剣心が使うには反動が大きすぎたという。特に奥義である天正流線が剣心の体にかける負担は大きく、奥義の得得を機に体によどみのようなものを感じるなど、戦いに影響はないものの徐々に体調を悪くしていった。恵からは普通に剣を振るい続ける分には問題ないが、起点を剣流は、 確実にあと5年以内に打てなくなると告げられ、明治15年の時点では、非天後権流のほとんどの技を使用できなくなっているとれていたが、明治16年の時点で少なくとも急登流戦の使用までは可能である。ヤヒコからは、一撃で敵を倒すために、非天後権流を無理に使わなければならないほど弱っているのではと疑われてたが、実際にヤヒコと再度試合をした際には、 往年の実力を見せており、ヤヒコも自分の疑念を撤回している。しかしカオル、ヤヒコの両名から体力面の低下は指摘されており、急刀流線を使った結果、後で反動で苦しむ姿が描かれている。アニメ版では異性の恋愛感情に疎い描写があるなど、やや天然かつデリカシーに欠ける一面を見せることも、人物像のモチーフとなったのは、 幕末に実在した見閣である、川上玄祭。作者の和月信弘は、謙信というキャラを描く上で、幕末の四王一切りを参考にしたと述べている。川上玄祭は本編には登場しないが、謙信回伝の企画、謙信財布で,で作者にデザインされており、戦い方とが似ていることから抜刀斎と混同されることが多く、お互い迷惑だと思っていると設定されている。 完全版一貫におけるキャラクターをリファインする企画、検診財布ででは、十字章はともえにつけられた横章が長くなり、花にまで達している。髪は量が減り、髪型も細めの二つ縛りに変更。服装には多少洋風テイストが加わり、逆人頭は強度重視かつシンプルな作りで、黒のんばん鉄のこしらえに、鉄金具、 さらに鞘走りを補助するためにはばきが長くなっている。完全版十五巻にて、日村謙信とは別に、維新死士、人切り抜刀祭として、再び表紙を飾った。目つきが相当に、鋭く、髪を黒く染め、地毛で活動するようになったのは、遊撃謙信になってから、謙信財布での謙信同様、後ろ髪は2本でまとめている、束ね方は異なる。 荒イや河空作初期型殺人危険、全派型な、峰とばにも刃があるを使う。剣信の没デザインは、関原太及び際に流用された。また、作者の別作品、武装連勤のヒロイン、と高子は、作者も意図していたわけではないのだが、演描きやすいと思ったら顔が、抜刀祭だったと作の単行本一巻で語っている。実写映画版においては、 基本的な設定は原作にほぼ沿っている。ただし、原作では、最初から着用している赤い着衣は当初は着ておらず、カオルから譲られた父親の遺品となっている。ルローニケンシンキネマ版においても、基本的なところは変わっていないが、デザインに白いマフラーが加わった。普段は温厚だが、刀を抜くと、 人が変わるという性格づけがなされており、精神状態によって十字症の色が変化する。普段は薄紅だが、怒りによって色が濃くなっていき、抜刀祭に立ち戻るとシンクに変色する。身長は158センチメートルということで、作中では小柄であることを頻繁に指摘されるが、明治時代の成人男性の平均身長と同程度あり、 史実に沿って判断すれば特に小柄でもない。なお、実写映画版で剣心を演じている佐藤健は身長百七十センチメートル、ミュージカル版で剣心を演じている早里聖奈はやギリセナは身長百六十八センチメートルである。幼名は新太。幼少期に天外孤独となり人会に捕まる。その最中山賊に襲われ、ただ一人生き残ったところを彦星十郎に救われ、 その素質を見込んだ彼に引き取られる。その際に見学にふさわしいなとして献心と名付けられた。彼の下で、非天護剣流の修行をする者の,の、十四歳の時、扇伝授を残したところで、動乱を終わらせたいという気持ちから山を降りることを決す。日西へえにその旨を伝えるも意見が合わず、一日中、揉めた末に飛び出す。山を降りた後は、 長州藩の騎兵隊の試験場へと向かい、桂心を高杉晋作の前で、総流戦で牧原を一刀両断、粉砕させた実力を買われ、桂の命令により陰で幕府の用心暗殺を受け負う人切りとな。以降、幕末の京都で暗躍、抜刀術のすべてを極める、その強さと冷徹さから、人切り抜刀斎と恐れ得られるようになる。 暗殺者としての任務を全うしていく中で、目標の従者であった清里秋吉を残殺する際に左方に一つ目の傷をつけられる。その後、清里の言い名付けだった雪代どもが復讐のために、謙信に近づく。新時代のためとはいえ人切りとしての自分に疑問を抱いていた謙信は、次第に共江に依存するようになる。また、共江も謙信に惹かれるようになり、 一時的に身を隠す際に夫婦として大津で暮らすことなった。しかしともえが献心暗殺のために協力していた闇内部がともえを囮りにして献心を襲撃する。実際は初めから闇内部がともえを利用していたにすぎず、献心の弱点にするためともえを近づけさせていた。闇内部の司会と一気打ちの中、 それまでに、主会の団員との戦いで五感の中で、視覚、聴覚、触覚を一時的ながらない剣心は、目が見えていない状態でほぼ捨て身の攻撃を主界に、観光。相手の攻撃から剣心をかばったために、ともえは、剣心の手によってよぎって惨殺され、その際に、ともえの小刀が手から抜け落ち、剣心の左方に二つ目の傷がつき、十字章が出来上がる。 その後、友への日記によって自分が言い名付けであった男性も、切っていたことを知り、新時代が来たらもう二度と、人は切らないと誓う。京都に戻ってからは、暗殺家業は、心し、有真実に譲られ、先人を切って、幕臣たちと戦う、遊撃剣士として働く。と羽、伏見の戦いの後は、桂の許可を得た上で、維新志士側から離脱。 刀を持たない状態で京都を去るつもりだったが、幕末の当初である荒い赤空に悟される。赤空に託された逆人等を携えたその日から不殺を誓い、日村謙信として、呂人となり放浪の旅をしながら、人々を守るために剣を振るう。人切り抜刀祭は、動乱の終結と共に突然姿を消した、幕末最強の剣格の伝説として、 長く語り継がれることとなる。明治十一年までの彼の足取りは、藍津戦争に遭遇したこと、西南戦争を近くで見守っていたこと、明治十年に一度東京に訪れていたこと、神谷勝宗流道場に住まう直前に横浜に訪れたことが、献身秘伝や読切作品で明かされている。明治に入ってから十年後、神谷薫と出会い、 神や勝宗流道場で暮らし始める傍らで、人々を守り、街中で滅法強いと評判の見閣となる。そんな中、佐之助や、武道人、守る、青い紫、斎藤はじめと出会い戦ううちに、封じていた人きりの本能が目覚めていき、その狭間で悩み苦しみながらも薫に支えられる。追いちをかけるように、心差し、実が生きており、京都で暗躍しているため、 大久保利道に日本国のため志を巣を殺してほしいと懇願される。当初は断っていたが一週間後の再回答の日に大久保が瀬田宗次郎に暗殺されたことを受け、志を巣を止めるべく、薫にのみは彼を告げて去る。その道中、宗次郎と剣を交えた際に逆人刀が折れてしまう。新しい逆人刀を求めて、 荒い赤空を尋ねるも、そこで十本刀の蝶に襲われ、やむを得ず、宝刀として奉納されていた刀を取って戦う。たとえ相手が悪人であっても逆陣刀でない刀を抜き、不殺の誓いを破って人を殺めてしまえば抜刀祭に立ち戻ってしまうことは避けられず、剣心は赤子の命を守るために、 それを覚悟の上で宝刀を抜き張り倒したが、その宝刀こそが赤空の最後の一振りである、逆人刀、打内であり、蝶は死んでいなかったため、抜刀祭に立ち戻ることは避けられた。赤空の息子、青空から逆人刀、打内が開墾と平和への願いを込めて打った生涯、最後の刀だと知らされ、赤空の思いを汲み取りその一振りを受け取る。 そして現在の状態では、心差し唯一派に勝てないことを痛感し、心差し唯一派に勝つための強さを手に入れるため、幼少期に喧嘩別れした師匠、彦聖十郎のもとを再び訪れる。そこで謙信の後を追ってきた薫たちと再会し、共に東京に帰ると約束する。最初は反対されるが、幼少期からの変わらない意志によって師匠から奥義を伝授される。 そして、心差し一派が待ち受ける比叡さんの誇らねでムーク。王義である、天正竜戦、天かける竜のひらめきを駆使し、青い紫、宗次郎と立て続けに紙一重で生死を分ける死闘を、経て、最後に、心差し押すっと戦うこととなる。激闘の末、勝利したかに見えたが、気を許した不意をつかれ、品種の重傷をおい死を覚悟する。しかし、薫との、共に、 東京に帰るという約束を思い出し、生きる意志を持ち立ち上がり勝利。志う一派は壊滅する。東京に帰ってからは、今までのように流浪人として一線引いていた様子も、亡くなり、仲間にも一歩踏み出して、接するようになった。そんな中、雪城どもへの弟である、雪城縁が十五年の歳月を経て、謙信への復讐、人中のため現れる。 縁と再会した後は15年前に友を斬殺した罪に再び苛なまれることとなる。いつも以上に苦悩する姿を見て、香ると仲間たちは剣心の身に何が起こったのかと心配する。はじめは襲撃の件について話そうか迷っていたが仲間たちの気持ちに心を動かされ人中の意味と己の過去を語ることとなる。縁との1回目の戦いでは 人切りの罪を償う答えが得られないまま戦い、天章流戦までも破られ敗北する。そして、剣心の最も大切なものを奪うという、人中によって、カオルを縁に殺害された、と思い込んだことで生き地獄を味わう。またも愛するものを守れなかったことに絶望し、敗人同然の状態となり、仲間たちの恋にも応えず、佐之助には愛想をつかされてしまう。だが数日後、 一人芸派と戦うヤヒコの身を案じた縁の訪問を受け、ヤヒコを助けてくれと懇願され動揺する。廃人状態を見守っていた老いぼれと呼ばれる老人が背中を押してくれたおかげで今生きている一人でも多くの人たちの笑顔を灯すために剣が震えなくなる。その日まで剣と心を落としてこの戦いの人生を完遂するという償いの答えを見出す。 そして絶望から立ち上がり時に追い詰められた、弥彦の前に駆けつける。そして、カオルを救うため縁に、最後の戦いを挑む。激闘の末、それまで生きてきた人生、そしてその人生に対する答えが、両者の明暗を分け勝利。縁との長きにわたる因縁に決着をつけ、カオルを無事救出した。いずれ自分が、飛天を権竜を打てなくなると知った際は、その前に、 幕末時代の宿敵である、斎藤はじめとの決着だけは果たしたいと呼び出したが、結局流された。後に、神谷薫と再婚し、息子の剣路を設ける。そして、謙信は逆人刀を、病神や彦に預け、それと同時に、自らの思いも託す。それ以降は、山和杖を持ち歩いている姿が、後日談に当たる番外、春に桜で見らる。ただし、 妙日郎前家ありにて、起点後権流の技を使う際には、弥彦から逆人刀を借りている。妙日郎前家、あり、異文では、志雄一派山刀に追われる明日、老と、アランを見た吉太郎に呼ばれて登場。族長を一周し、事件解決後は、明日、老と、アランを、神谷道場の門下生として迎え入れる。その際無限人を預かろうとするが、 その刀はしっくりくるから俺の刀だと語るアスローに拒否される。北海道編では、カオルの父、コシジローの生存が判明したことから、カオル、ケンロ、サノスケ、ミョウニチロウ、アラン、アサヒと共に、北海道へと向かう。これに先立ち、ケ信の身を案じたヤヒコから逆人刀を返却された。しかし、恵みから診断された。 非天五剣流の反動による体のダメージは深刻なものになっており、弥彦との手合わせでは本気を出したことと急刀流戦に出したことによる反動によって刀を握れなくなるほどの激痛を伴うまでになっている。また、香織や弥彦曰く体力がかなり落ちている。年齢は万年齢、数え年で表示。また、以下の経歴は原作のもの。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。